大事なところで覚えて帰ってくださいね。人口減少が、ね、そうそう、どこの自治体 もで、ね、一緒なんですよ。明日は我が身というか、今はもう我が身ですから、それをいかに早く気づけるかどうかなんですね。ここが運命の分かれ目になってます。で、気づけないと、気づいた時にはもう手遅れっていう。諸外国と比べた時に日本はあまりにも豊かに慣れてしまったので、我々もですし、国民一人一人がもっと考えるその機会を作っていきたいなとは思いますね。政策がないとか分からないとか言ってる 人がいるんですけど、これはね、秒で論破できますよ。あのね、なぜかというとね、全部やるんですよ、できることを。政策がないって言われてる人たちが欲しがる政策ってばらまきなんですよ。そんなんね、政策でもなんでもないですよ。未来につけ回してるだけなんで。今日ちょっとじゃあ初めて話すやつなんですけど、はい、開票速報はあるって分かってるんですね。で、その時にどんな結果だろうとこうやろうって決めてたことがあるんです。何かっていうと、たとえ当選した場合であっても、お、はい、当選しなかった場合でも決して、あ、ここからは僕切り抜かれることを想定して話します。重大な発表というかね、全国民にしていただきたいんですけど、今回の都知事選挙で分かったのは、もう実はいわゆる石丸新党みたいなものはもうそれにみんな気づいてないです。ただいまからトークライブ、石丸新司、和田博之、彦根市長チャンネルオフ会を開演いたします。皆様、お二人の登場となりますので、どうぞ盛大な拍手でお迎えください。どうぞ。さあ、ひこにゃんとわるにゃんこ将軍も二人を招き入れてくれています。あ、今日は本当に集まっていただきましてありがとうございます。ねえ、ありがとうございます、はい、本当に人集まっちゃいましたね。ねえ、いや、正直本当にね、ここしか空いてなかったんです。でもね、結果的にこんだけね、集まっていただきまして、で、本当にちょっとね、後ほどお城の紹介とかもさせていただきますけど、まずはありがとうございます。で、今日ちなみに彦根市じゃないところから来られた方、手を挙げていただいていいですか。うわー、ありがとうございます。じゃ あ、 じゃあ逆に彦根市民の方少ない。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあほぼ市外から。そうですね、市外から平日の夕方6時にこんなにもたくさん。ねえ、それももうね、アイドルのイベントのような感じで集まっていただきましてありがとうございます。まあ、じゃあヒコニャンもね、ワルニャンも多分お初生ヒコニャン、生ワルニャンはだいぶ怖いでしょ。こんな感じなんです。これでやらせてもらってますんで、あと、じゃあちょっとかけさせていただきましょうか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっとこの記念撮影が終わったら、まあ一旦じゃあヒコニャンとワルニャンはここで退場いただこうかな。怖いけど、本当にワルニャンに似てるって言われて、もう諦めて似てるキャラになって、で、また石丸さんがね、つぶらない瞳で割とヒコニャンに似てるので、このフォーショットって割とね、かわいい。ありがとうございます。貴重なショットで、はい、さあ、それではナビゲートをしてくれたヒコニャンとワルニャンコ将軍に皆さん盛大な拍手お送りください。ありがとうございます。ワルニャン、ありがとう。ヒコニャンもありがとう。ヒコニャン、ワルニャンコ将軍、今日はどうもありがとう。はい、じゃあちょっと進めさせてもらいますけどね、これ実は原作者のヒコニャンとワルニャンから原作者のね、モヘロンさんに書いてもらった、これズームで映るかな。ヒコニャンとアルニャンを描いてる柄に合わせてね、これちょっとデザインしてもらった靴なんですけど、これ実は私から石丸さんへの誕生日プレゼントで、8月あと12日でしたね、はい、ということで送らせていただきます。ありがとうございます。はい、めっちゃ嬉しい。悪い顔してるでしょ、これ。こっちのね、ワルニャンがね、いいですね、味が出てますね。はい、ぜひ
彦根に来るときに、ね、あの彦根に足を踏み入れる際には必ずこれを履いて入るっていう清掃にしたいと思います。ありがとうございます。勝手に作ったんじゃないですよ、あのナイキのサイトでちゃんと作って最後あの原作者に顔を変えてもらったというところなんで、いつかこれふるさと納税できるといいかなと思ってるんですけど、です、ね、ナイキが許してくれるかなっていうところで総務省もどうかわからないですけどねちょっと挑戦はしてみたいと思います。はい、ありがとうございます。で、ちょっとだけ冒頭ちょっとだけやっぱり彦根の宣伝というかご案内だけさせてもらいたいんですけど、本当に彦根城よくここから見えまして、こっちが北側になるんですけども、どうしてもね彦根城って東側のちっちゃい方からの写真とかが多いんですけど、やっぱりこうやって見ていただけると勇壮なところ分かっていただけるかなと思います、ね、すごい綺麗ですね。ありがとうございます。夕日に照らされる彦根城って、はい、で、この間の佐渡の金山のね世界遺産が正式に決まりましたけど、我々次に目指してまして、10月ぐらいに一応ユネスコからねあの事前評価というのが、はい、あの来るので、それ次第ではまあまあうまくいけばあの令和9年ぐらいに、世界遺産になりますので、これ目指してますので、また応援の方よろしくお願いします。ありがとうございます、ね、恐縮です。ありがとうございます。今日だって彦根市に初めて来た方もいらっしゃるんじゃないか。あ、多いと思います。今日彦根城を初めて見るっていう方いらっしゃいます。うわー、ありがとうございます。結構いらっしゃいますね。ありがたいですね。はい、今一生懸命世界遺産登録目指してます。そしてそもそものこの平和堂ハトスタジアムというのがですね、来年いよいよこれ私も着てるポロシャツ、いわゆる国体ですよね、国スポ賞スポというのが滋賀大会で、ここが主会場になります。開会式閉会式陸上競技場というところで、まあその宣伝もちょっとさせてもらいながらここでやらせていただきますので、びっくりしましょう。会場が平和堂ハトスタジアムっていうめちゃくちゃ幸せな感じの名前じゃないですか。で来てみたら新しいというかまだ工事中ですか。そうですね、駐車場とかもう少し残ってるところですけど、はい、ね、すごい立派な施設で、はい、めちゃくちゃでかい箱で人大丈夫かな、あるかなと思ったらこんなにもたくさん集まっていただけて、はい、平日でね、それでね失敗したなと思うのはライブ配信しますってもう最初から言ってしまったじゃないですか。そうしたらじゃあライブ配信でいいやみたいな ね、今もこれライブ配信見ていただいてるやつなのかな。ただね、今日抽選会もすると言ってましたけど、後ほど発表しますけど、皆さんに全員にお持ち帰りいただけるものをもう用意しましたので、それはもう後ほど発表します、はい、太っ腹よっ彦根市長ありがとうございます。恐縮です。ありがとうございます。まあでもなんだかんだ言って、まあ、僕もこの選挙かからせていただいたんですけど、彦根割と絡んでるんですよ。そもそもセンター本部長の小田善光さんも彦根出身で、私の先輩、この東高校で、なんか昨日同じく昨日田原総一郎さんと絡む機会がありまして見たこといらっしゃるかな。彦根出身、彦根東高校出身なんで、それは大変大変癖のすごいのがお元気でいらっしゃいましたね。御年90。はい、お元気です、はい、本当に、はい、絡み方もなかなかね、はい、一層磨きがかかってたかなっていうふうにまだね見てない方は YouTube に上がってますし、アベプラのサイトでも全編見れるんですけど、なかなかね緊張感のあるライブでした、はい、お疲れ様でしたもうね企画を聞いた時にちょっと待てと本田圭佑さんいて、ひろゆきさんいて、で私がいて、田原総一郎さん大丈夫ですか、ね、大丈夫ない、ね、想定通りですよ展開、ね、ぜひねこれ以上はネタバレになるのでぜひ見ていただいたらこれもまた楽しめるので、そういう目でまた見ていただきたいと思います。彦根が生んだ、はい、愛すべきキャラが いろいろと彦根がね今回絡ましていただいて、でもちょっと冒頭紹介させていただきたいんですけど、司会 MC していただいた馬場さやさん、選挙中もうすっかり皆さんおなじみだと思うんですけども、ありがとうございました。もう本当に名ウグイスもしていただきましてありがとうございます。すいません、改めまして皆様、石丸真二、石丸真二をっていうウグイスでお世話になりました馬場さなえと申します。いや本当に本日ありがとうございます。ありがとうございます。愉快な仲間たちなので、本当にねすごくどんどん磨きがかかってね、いいウグイス MC していただきましたので、はい、ありがとうございました。また引き続き愉快な仲間でよろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。
はい、それとあのもちろんこのクールな顔で立っていらっしゃる、これあの警備の関係上あのマイクとか私できないんですけども、 SP 社長、ありがとうございます。かっこよかったですよね、マジで、かっこよかったですね、はい、SP 社長は途中から加わっていただいたボランティアの方なんですよ。しかもその加わり方がねすごかったっていう、 TikTok で SP のボランティアしたいんだけどっていうのを挙げられてて、それをたまたま見つけて、じゃあお願いしますって連絡を取ったんですよ。なんかそのために TikTok を始めたんですよね確か。でなんというコンタクトの取り方があるんだと思って。なるほど、素晴らしい。で、あのボランティアでも警備をお願いしました、あの中野さんと安藤さんね、あの今お二方も来ていただいています、ありがとうございます。あのパープル着てないでちょっと分からんかもしれないですけど、あの大変お世話になりまして本当にありがとうございました。今日もまたよろしくお願いします、ありがとうございます。あの街頭演説の時に、うん、こうね、紫のロープを引いてその間というか前をこうハイタッチとか私がして回るときに先導してくださってた、はい、お二人です、はい、本当にまた引き続きよろしくお願いします、ありがとうございます、ありがとうございます。でちょっとだけやっぱり振り返ろうかなと思うんですけど、あのでも今日はあのバラエティーなのでと思うので、あの僕が実はちょっと一個おねだりしてたことがあって、あおねだりって今言うたらあかんのかな言うからわざわざ言うから何かなって思うじゃないですか。そうです、はい、おねだり、あの政治や一層っていうパネル掲げられたじゃないですか。ありましたね、はい、これ最初のもし画像が出るなら出してもらいたいんですけども、うんうんうん、あれ公開討論会の時ですかっけね、あれは一番最初の共同記者会見の時かな、はい、告示の前だった、うん、あれです、はい、あれね、あれをくれってお願いしてたんですよねあれを額に入れて視聴室に飾るからと、ね、したらとんでもない視聴室になりますよそしたら置いてきたとか言って、そうあれそのままテーブルに置いて帰っちゃったんで、うん、多分あれ自体が一掃されてるんじゃないいやいやもう残ってない、いやもう、うん、僕ねあれはねゆくゆくサザビーズかどっかに出そうかなと思っててそれまで預からせていただこう かなと思ってたんですよ。だってでなマジで何かで流行語大賞を狙いたいなと思ってて、はい、なるほど、政治や一層か、うん、そのまあ、石丸旋風的なものでいいんですけど、あの当然これ総選挙が多分また秋とかにあったら、はい、もう一遍ちょっとざわつくので、政治は一層ちょうどいいかなと勝手に思ってるんですけど、皆さんどう思われますねえ、いいじゃないですかね、これ何がいいか、ね、あのどのタイミングで誰が言うっていうのも、ね、結構大事なん で、 そうですね、うん、政治は一層か、まあでも今一番使いやすい勢いがあるのは石丸公文の方かな、ああ、あれを本人が駆使していくっていうのが、なるほど ね実はね彦根にサブウェイあるんでねあるんですかサブ、あるんでね、ちょっとね、あらららどっか連れてったろうかなと思って企んではいるんです、行くっきゃないですね、はい、あのまあこれはご期待いただきたいんですけどもあのね、たもうどんな風になるのかね、ちょっとそれはそれ楽しみなので、はい、むしろ僕があのサブウェイでバイトさせてもらうとかそれもそれで面白いですね、頼みますよ、店員に閉まるおったでそうそう、で向こうから来るんですか、向こうから、そうそう向こうから、はい、サブウェイで閉まる公文でめっちゃ質問される永遠に注文できないじゃないですか、そうそうなかなかね完成しないんですよそれも面白いので、まあまあちょっと出来上がりはそれまたねご期待いただきたいと思うんですけど、まあまあでもとにかく、終わって3週間もうちょっとか、もう3週間は過ぎました ね、はい、というところでもうテレビも一巡して、はい、大体もう一通り顔を出すだけはいいかなと思って、はい、もう基本断ってあるんですか、もうはい、中でも結構声をかけていただいたのはサンジャポとかなんですけど、ね、ああもうね熱心にねあの来ていただいてましたんでね、そうなんですよ、はい、小日向さんっていう方がもう本当に選挙期間中密着で朝から晩までいてくださったんで、まああのね、ちゃんと出ないといけないなとは思ってたんですけど、まあまあ一回出たらあれ以上いるとあの、ね、多分杉村さんがちょっと気を悪くされちゃいけないので、はい、なるほどね、身を引こうかな、ね、なるほどね、はい、ポジションがね、ポジションがねなるほどね、うん、それは当てる感じになるんですか、すごいドキドキされてると思いますよ、うん、でまあまあでも、まあ、当日のねあの投票日の
開票日のね受け答えがなんか引っ張られましたけど、多分ねここにいらっしゃる皆さんとかはもうその通りだっていう、全然なんであれブチ切れとか言われて切れてないですよね、普通に対応してたんですけどね、割合紳士的に対応したつもりではあったんですけど ね、そうですよね。ただすげえなと思ったのが、まあ一通り叩かれましたよ、最初の週とかぐわーっと。でもやっぱりね、すごいこう支持層があるのでひっくり返ってくるんですよ。だってその正直言ったらその情報操作をしたかったんでしょうけど、それにまんまと失敗したというか、いやいやいや、もうほぼひっくり返ってる状況じゃないですか。これはまあやっぱり皆さんの力だなと思いますけどね、それをすごく感じたなと思うのと、まあアンチもまあ一通りねただ僕ね X のねアンチはあんまりご本人もそうなんでしょうけど、匿名じゃないですか、だからもう同じ土俵に乗ってないので無視でいいと思うんですよ。ただその懸命ちゃんとして我々の土俵に乗ってきたプロに対してはやっぱこれはプロで返すっていうのはもうと思ってます、正直言うとね。でね、だから投票日の開票日のインタビューってまあまあ聞きにくい中でも、まあ土俵にいきなり乗ってきたわけじゃないですか、我々知らんわけで、ね、はい、で乗ってきたわけじゃないですか。そうしたらやっぱプロで返すのが僕は当然だと思うので、ね、僕は全然何もおかしなことしてないし、そもそもの我々が戦ってた相手でもあるので、っていうのはすごく思いましたね。うん、ただ全部計算でしたあれ。相当考えてたし、考えながら対応しましたね。考えてたっていう意味では今まで話してないかな、話してない、今日ちょっとじゃあ初めて話すやつなんですけど、はい、開票速報はあるって分かってるんですね。でその時にどんな結果だろうとこうやろうって決めてたことがあるんですよ。それ僕も聞いてないです。はい、ですよね、はい、言ってないはずなんですけど何かっていうと、まあもちろん当選を目指してたわけなんですけど、たとえ当選した場合であっても喜びすぎない、お、はい、で当選しなかった場合、まあ、2位でも3位でも4位でも10位でもいいんですけど、でも決して落ち込まない、あ、それだけ決めてました。なるほど。あと何を喋ろうとかは全く決めてなくて、その時の結果に合わせて、あとは質問とか会場の雰囲気で喋ろうって思ってたんですよ。でもずっと僕実はスタッフに椅子持ってきいなとか言ってたんですけど、ずっと立っておられたじゃないですか、はい、あれはもうなんかその意思やったんですか。もう、あ、そうですね、はい、はい、常にどこを抜かれてもいいようにっていうふうにステージに乗った時にはですし、ステージに乗る前から一番最前列で僕こうやってね座ってたはずなんですよ、はい、あれ無意識じゃなくて今も再現できるぐらい意識してやってるんですよ。なるほど、うん、ここ撮られるだろうなと思ってで撮られて、実際フジテレビかなカメラの方を向いてニコってニヤって笑ったのは、小池さんの当選確定当確が出た直後に、あ、結果を見てうーんと思ってこっち向いてテレビカメラを見て笑ったのは、ほらここ撮ってるでしょっていう意味なんですよ。なるほど。結果に対しての感想じゃなくて、ほらこういうところ撮りたがるっていう、そういう、なるほどね、はい、笑いそこまで、はい、素晴らしい。でその間何してたかって言ったら、自分のパソコンを急いで立ち上げてライブ配信、はいはい、床に、はい、床からでね、あれ結局通信速度も悪くて、はい、でカメラもラップトップについてるやつだったんで画質も良くなかったんですけど、それでも回しておこうって思ったのは、その一部始終を記録として残したかった。なるほど。絶対ね、地上波新聞ラジオで YouTube の配信はなかったかな、まあ、でも動画撮ってる方もいらっしゃって、どこかが好きなように使われるから通して一個押さえといた方がいいなと思って、あれを急遽出したんです。なるほど。いや冷静でしたもんね、本当に。でなんか そこを新聞社撮ったりしてやりましたけどね、そうセッティングしてるの、ね、やってるのをね、一生懸命準備してるけど、まあでも本当に、まああんまりね選挙の話ばっかりもあれなので、まあ変えるんですけど、ただね、まあ僕も主張させてもらってるし、前主張でいらっしゃるので、この僕らかでどうしてもちょっと触れたいことでね、この3週間で僕が一番ムカついてる、ムカついてるって言ったらあかんなムカついてる、うん、なんですか、はい、ね、政策がないとかわからないとかいうのをなんかしめしめみたいに言ってる人がいるんですけど、いや勉強しろとも思うんですけども、
これはね、申し訳ない、秒で論破できますよ。あのね、なぜかというとね、全部やるんですよ、できることを。でもその財源を最初調べないとね、東京都入ってどんだけがどこに回せるかっていうことを調べてやる。で、言ってるじゃないですか、我々あのばらまきをやめるとかね、箱物とかそういうのをやめて、既得権をやめてって言って、そういうところを精査しながらやって、人口減少たるとに対する政策は全部やるから、それが政策ですけど何かって正直言いたかったんですけど、わからないとかね、読んでてもわからないとかね。いや、そのね、あのこれ皆さんね、これからね、いろんな選挙あると思うんですけど、じゃあ政策がないって言われてる人たちが欲しがる政策ってばらまきなんですよ。どこどこにお金配りますとかって、そのね、なんとかマッピングは置いといたとしてもそんなんね、政策でもなんでもないですよ。未来につけ回してるだけなんで。我々行政がしなきゃいけないっていうのは、もうこれからの人口減少社会でやっぱちょっと一定スリム化しなきゃいけないっていうところのコストカットっていうの、これは目に見えないので、政策って言われたらなかなか厳しいんですけど、だからあの美濃加茂の富士市長と喋ってね、そうですね、10万円やられたら、おっしゃってました、あの安いポピュリズムに意外になびいてしまうリスクがあるっていう。そうですよね。こう我々が切ってて、まあ、当然既得権から敵を作るじゃないですか。そうした時に、いやいや私はこんな迎合しますよとか、あの妥協しますよとか、どっかの町がそうなったような気がするんですけどあのそれをしてしまうと、もう元の木阿弥なのでね、それがやっぱり、将来に負担を残すのに目先のそれで釣られるというリスクがあるので、だから政策って、だからあの決してばらまきを政策と取られないでいただきたいんですね。もう特に財政豊かな町はいいんですけど、財政が厳しいところというのは、やっぱりこれは切り詰めて福祉サービスのレベルを落とさないという必死のパッチの事業になるので、それこそがまさに政策なので、東京なんかでも何でもできますよね、正直。まあね、あの日本で一番財政豊かな余裕がある自治体なので、うん、そういう意味では彦根って人口が11万です。11万、はい、で一般会計の規模どれぐらいですか。大体500億ぐらい。500億、うん、皆さん彦根市の方はご存知でした、うん、意外に、ね、市民が知らなかったりするんですよ。ただね、まあ、あの一時形状、あのそのもう弾力性を言うのがもう 98.何%で、もうほぼだから使える額は 1% ぐらいしかないというようなところで、実はね、入ってから毎年あの借り入れとか起こさないで25億ずつぐらいの黒字を出してるんです。それも全然追いつかないです。もう今もっともっとやらないと回っていけないんですけども、だからそういうのを一生懸命こう告知しないと分かってもらえないですよね。何もしてやらへんやんって言われてしまうんですよね、どうしてもね。彦根市民の方ね、うん、ちょっとこれしっかり大事なところなんで覚えて帰ってくださいねっていうか、我々だけじゃなくて、これからもう人口減少、そうそう、どこの自治体 もで、ね、一緒なんですよ。彦根市外からお越しの皆さんもね、明日は我が身というか、今はもう我が身ですから、うん、どこの自治体も基本的には同じなんですよ、うん、でそれをいかに早く気づけるかどうかなんですね。ここが運命の分かれ目になってます。で気づけないと、気づいた時にはもう手遅れっていう、ね、ここからそうなりますよね、はい、だからその我々は危機感を持ってるので、その迎合して仲良くやってる場合じゃないですよ。迎合して仲良くやってたのが今の状況なので、そこはちょっとやりたいなと思った。あとね、一つあの前振りしてなかったんやけど、一個だけどうしても触れさせてください。あのね、議会の広報の予算のやつ、県の裁定が出たじゃないですか、はい、僕はあれは納得いってないんですよ。というのも、我々もその町の予算編成、提出権というのは地方自治法の何条やったかな、97条かでしっかり決められてて、実は我々の町もあったんですよね。要は予算にないことを議会側が、まあ、要は項目作って出してきて、でっていうで、それはその僕は地方自治法に反すると思ってるんです。同じことがあって、実はね、滋賀県の他の町でもあって通ってしまったことがあったんですけど、それをまあ県というか、まあ知事が裁定するわけですよね。僕広島県知事って優秀な方だろうと思ってたのに何あれと思って。いやいや、それはね、うん、あの県知事も政治家ですからね。あれも完全な政治ですよね、うん、政治的な判断ですよ、それは、ね、であれがもし本当やったら、その後裁判に出走かなできるんですけど、まあまあ今の市長はしなかったんですけども、我々が市長側っていうのは、この予算をこうつける権限がもうはっきり明示されてるんですね。これを犯してはならないという法律があるのに、議会側がプラスになることできたら、議会側がなんぼでも
予算をつけてくることができるので、それがまかり通ってしまったらもう逃げない寄席が成り立たないですよっていうぐらい大事な問題なのに、なんかあっさりね、スルーされたのがもう全然ね、うん、ニュースにならないというか、ならないですよね、その問題点を報じないんですよ、うん、結果だけを報じて、はい、その中身何が問題なのか、うん、問題だったのかが、うん、闇に葬られたっていうのが今回ですね。そうですね、本当にね、あのすっげえこの都知事選で持ってるなと思ってたってなんですけど、過去は持ってないなと思うことが多くてあの、ね、これもあのこれもね、下手にうなずかないでくださいね、あの僕のあくまで感想です、はいはいはい、例によってね、ちょっと裁判に触れますけど、あの我々裁判を受ける権利があるんですよ、特に民事はね。このおかしいなと、まあ、僕もビジネスマンなんで、あのやり取りでおかしいなと言ってて、もうどうしても話し合いがなかったら当然裁判になるので、かたやなんか放送の人たちがいやいやそんなもん訴えるべきじゃないというのはおかしいんですよ。それ我々の権利侵害ですよ、人権侵害ですよ。裁判をする、彦根市でも訴訟ありますよ、そういうのをやってって、で当然ですよ、これ大前提、前提が間違ってもらったらごめんね、前提として結果が出たら受け入れるわけですよね。で、恫喝のやつは飽きた方が払えとか言うね、あの石丸さん個人は何もないんですよね、それも誤解なんですけど、当然、その結果には従うんですけど、その、まあ、ポスターのことにしたって我々だってショービジネスやっててどうしても納得いかなかったそれがあって、それでまあまあ結果には従うけども、でもそれは民事の我々の権利なので、これ刑事裁判で訴えられてるんでも何でもないので、それをなんかモンスタークレーマーやとか弁護士が言ってたけど、いやお前それ誹謗中傷やぞと、そっちの方が人権侵害やぞ、刑事犯ね、あのコメントはまずかったです ね、あれ刑法犯ですよ、そっちの方が、こっちの民事の争いに対してね、それを言うのはもう名誉毀損であり、人権派弁護士が何言ってんねんっていうのは思いますね。もうなんかね、今回冷静にクールになろうと思ってたんですけど、なんかね、なろうと思ってたけど、この終わってからね、なんていうのかな、社会貢献ゼロの社会学者とかあんまり言うとダメですいやいや誰とは言うてない、言ってないですよ、言ってないですよ、あのね、あの1ミリの経済成長にも貢献しない経済学者とかね、あの坂道系はね、あれ選んだ方が悪いです選んだ D か P が悪いです、あれはそういうこと、人選ミスですけどね、ね、なんかそんなんがいましたね本当に、ただ本当に選挙中でああいう誹謗中傷というのは本当に公職選挙法にも引っかかることなので、しっかりとそこはしてもらいたいですよね。まあ、そうですね、うん、あのネットの使い方はね、改めて今の時代気をつけたいなって、これはもうみんなに言える話なんですけども、そうですね、でもその上でやっぱり今回ああいう試みをやってよかったなって思うのは、よし悪しが可視化されたと思うんですよ。今まであれ見過ごされてただけですよ。急におかしくなったとかじゃなくて、今まであの調子やってきてるんですよ、メディア、テレビ番組ね。でも誰もおかしいって思ってなかった、もしくはおかしいって思ってたけど言わなかった、言われなかったんでしょ。それがまずいんです。そうやってだんだん社会って蝕まれていく、朽ちていくんだろうなっていう危機感があったので、ほら分かるようにしとこうっていう自分の願いはちゃんと叶ったなっていう思いです。それは格段にね、進んだと思いますし、むしろこの分かっていらっしゃる層がガッと増えたので、それはすごい良かったと思いますし、僕正直言うとね、裁判官もね、必ず従いますよ、従うけどね、言うたら悪いけど政治のど素人なんですよ。裁判例、まあ、彦根の過去の裁判とか見てても、いやこの裁判官の判断おかしいなって、いやだって政治のことわからないんだもん。だそれ逆に言うと C レベルの三権分立に反するようなところまで踏み込んでるので、その恫喝のやつだって、いやその相手は公人なのでねっていうのも、そこの政治判断を含めると僕は裁判所の判断が必ずしも正しいとも思ってないし、で特にやっぱりメディアっていうのがいつからそんな確実に自分ら正義を振りかざすようになったのっていうのが今回よく分かったので、いや僕らここも一緒に選挙やらせてもらって、中の事情とかね、そんだけ取材を受けてて全くされな報道されなかったところとか見てと、ね、その後のを見てて、あ本当に言われるように問題だらけだったなと、甘やかしたっていうところかなとは思いますので、そこはぶれずに、だから迎合せずにね、
ちょっとテレビは離れるんですか一旦。そうでもない。もう出る予定はないですね、まあうん、もう片足からお断りをしているのでもういいですっていう、もういいですというか、あの1回だけ出ておこうっていうそれしかなかったので、はい、全然あれに出たいとか、なんだろう、コメンテーターになりたいっていうのは全くない。ね、もう結局そこの、まあ、テレビの犬って言ったら怒られるかな、になり下がらないようにね、ね、いてほしいし、我々もそれを望んでるので、で、まあ、ちょっとせっかくこんなにね、東京じゃないところでこんなに集まっていただいたので、でまあ、見てもいただいている中で、すみません、また。次のね、めっちゃブラックワダニャンって、ブラック、あ、ブラック、ブラックですいません、ワルニャンで許してもらって、ワルニャンにさらにブラックまでついてますどんだけ悪いんだって、いや、もうね、僕も思いの丈があるのでね、ただまあちょっと明るい話をしよう、やっぱり未来の話をしたいんですけどね、はいはい、やっぱり言われてるじゃないですか、この例えば首長連合的なことはね、新しい、それはね、時期は問わず絶対すべきだと思うんですよ。このもちろん前首相であり私も首相なんですけど、首相っていうのはやっぱり今までとは全然そういう国政には口を出してはないんですけども、ゆくゆくそういう、まあ、現場でしっかりと戦ってる人間がやっぱり集まって作っていくっていうのは非常に必要なので、ただ慌てると、まあ、どっかの政党みたいになるので人選をミスせずにその輪を広げていきたいなと思うし、他の首長とお話しさせてても、いや、しなきゃいけないよねっていうのが今回ですごく共有いただいているので、そこは本当に必要かなと思いますよね、はい、そこはどうですかあ、まず首長連合っていうのが何の話か多分よく分からない。あ、そうかそうか、はい、うん、まあ市長とかね、町長とかが集まって、まあ当然全国市長会とかあるんですけど、そういうのとは別にやはりちょっと行って、この国の危機感に対して立ち上がるべくは立ち上がっていかなきゃいけないっていうような。これもう僕は市長を退いてるんで、もう無邪気に言ってみるんですけど、はい、全国市長会って何のためにあるんですかね。まあいろんな要望活動してますけど僕はもっとこう結束したら動けるはずなんですよね、うん、だって、はい、もうすでに形骸化の極みまで行ってるじゃないですか、うん、まあね、皆さんね、ご存じないと思うんですけど、うん、全国に市が700ぐらいでしたっけ。市は700、あ、800弱ですかね。800、700あって、はいはい、で市長がですね、うん、年に何回か東京に一堂に会するんですよ、うん、何百人か。でみんなでああだこうだもう言わずに、ただ机に座って話を聞いて、ね、要望書がまとまるのを眺めるっていう儀式があるんですね。そうですね、はい、あれね、僕何回もやめてくれって言ったんですけど、なるほど、1ミリも動かなかったですね。あ、で今度また広島市長が会長になられてましたけど、ね、そうそう、全国市長会の会長に、うん、広島市の松井市長という方が就任されるんですね、うん、そうですね、はい、でもちょっと今回のことを契機にやっぱりもっと危機感を持って、いや、では現場の市長らが一番危機感を持っているので、そこは動かしかなきゃいけないし、まあ、全国市長会とは別でもやっぱりそういう若手の我々が期待しているような市長たちはいっぱいいているので、ちょっと立ち上がってもらう機会、これ慌てずにね、どっかのタイミングでしていきたいなというのは正直思いますし、だから橋本徹さんなんか慌てて多分吉村さんとかとか言われるんでしょいや、なんか本人が知らないところでえらい盛り上がっていただいてるっていうのが最近の現象なんですね。そうですね、はいはい、まあでもね、橋本さんの言うことは僕は少なくともみんな筋取ってると思ってるんですよ。ファンすぎるのかなね、支持者としてはやっぱり、ああ言ってること正しいよねって言って思いますよね、うん、いやでも僕橋本さんの話とか聞いてて、じゃあ橋本さんもう一回自分でやってくださいよってめっちゃ思うし、うん、会った時には毎回言ってるんですけど、でもう年だからとか言うでしょ、もう僕一個しか変わらないですよ僕の一個ですもん、うん、そうですね、うん、それやのになんかもうね、もうなんか自分は、俺はちょっともうそうじゃないかな、うん、ねえ、またなんか思い立ったらちょっと叩きに行きましょうか。いや、なんかね、再登板あるんじゃないですかね、期待しておきたいですね、行かなあかんなと思いますね、はあ、で今日はね、ここからが一番、もう ここからは僕切り抜かれることを想定して話します。切り抜かれて一番大事な今日のメインで話したかったことはですね、実は僕がこの重大な発表というかね、重大な気づきを全国民にしていただきたいんですけど、今回の都知事選挙で分かったのは、もう実はいわゆるですよ、いわゆる石丸新党みたいなものはもう出来上がってるんですよ。
それにみんな気づいてないです。 SNS の中に誰よりも結束力の強い、あのもう無党派層の中のね、結束力の強い、まあ、国民連合という言葉がいいのかわからないですけど、それもみんなあのもう2年間以上追っかけたりして、政策も理解してこの国に危機感を持っているのがもうしっかりと実は出来上がってるんですよ。今までなかったんですよ。今までそれは小泉旋風やとか維新のブームとかあったんですけど、その頃にはない今この SNS の社会ができて、そのこの国民連合的なものが、まあ、いわゆるブロックチェーン的にもうつながってるんですよ。だからみんな今次の動きをもう待ってるんですよ、マグマのようにね。だからこの一過性のブームで多分また報道とかは一旦終わってオワコンよねとかまた言い出すんでしょうけど、違うんですよ。もうしっかりとねそれが出来上がってるので、僕はね正直言うとね、今のどの野党よりも強いと思いますよ、このね。ですよね皆さん、その集まりがもう出来上がってると思います。そんな弱い者いじめみたいなことめっちゃかわいそうですよいやいやいや、ただそれがね正しい方向性を向いてるんであれば、それが石丸伸二でなくても皆さんそういう思いで、やっぱやってくれるし、正直言うと候補も、あ候補ってまだ言ってます、すみません、石丸さんも言ってられるようにね、自分がこれをしなくていい社会、政治に携わらなくてよかったらもう喜んで辞めるわけじゃないですか。これ僕もそうなんです。僕らがいやもうやらなくても動いてるよねっていう、要はセカンドペンギン、セカンダリーがどんどん飛び込んでくれるようになったら安心して見て、またビジネスの世界で貢献しようとか、そういうのあるじゃないですか。だから思うんですけどね、このねこう新しく組むんであれば、僕はね大事なのはね、その嫌われる勇気もそうなんですけど、やっぱりいつでも辞めてやる勇気っていうのがいるかなと思うんですよ。だから結局ね政治家はしがみつくんですよ、辞めれないから、もうそれで食いたいんだもんっていうのがあるので、いやいつでも市長なんてやめてやるよと。ただまあそのためにどう言ったらいいんですか、既得権と戦うけども、それでもノーって言われたら仕方ないよねっていうのはもうあるので、それを選ぶのはやっぱり市民であり国民だと思うので、そういう思いで僕もやってはいるんです。で実際石丸さんそうじゃないですか、もう今無所、まあ、YouTuber かまあどっちが響きがいいか分かんないですけどね、正直ずっと市長で入れたわけですよ別に、あの秋田方の、もしそれがでやっていこうと思うんであればね、その勇気というか、もうその見てるビジョンというのに、いや僕ね最初ね、その報道に接した時ね、いや最初ねちょっとね、ちょっとネガティブね、いやもったいないなというと、もうちょっとしてほしいなと思うんだけど、でも途中で、あその手があったかと、うわすげえと思って、これはもう応援しなきゃいけないと言って駆けつけさせてもらったんですけど、普通できないですよその判断、なんで考えないんだろうなって僕なんか逆に思ってたタイプなんですよ、だってそれやらなきゃ誰かが拉致が開かないよね。例えば改革をするしなくちゃいけないってなった時に、最初から2期3期目指してるやつは僕は嘘つきだと思って、なるほど、ね、結果2期3期になることはあっても、最初から見てたら改革にならんし、はい、で改革をやろうと思ったら4年で完結させるぐらいの意気込みじゃないとうまくいかないのかな。本来そうですよね、与えられた2期でどこまでやるかっていうのが非常に重要ですよね、でそれこそ今年度始まる前か、秋田方市長として最後の方で職員に出した指示の一つにコンパクトシティを目指しますと、その際に必要なスケジュールを立てましょうっていうのを言ったんです。何かって言ったら、秋田方市広大な面積に人がちょっと住んでるんですね、でこれが持たないからもう撤退していこうと、なるほど、縮小していく、そのために橋梁、橋ですね、で道路もだしトンネルとかどこから削っていくか、これを考えてくださいっていうのを最後言って出てるんですよ。でそれを今年度まとめて来年度発表するかしないかもうそれは今の市長次第なんで分からないんですけど、でも市長、次の市長がやりやすいようにそれをやったつもりなんですよ。つまりあれ前の市長が言ってたことだからもうできました出しますっていう、人のせいにできるじゃないですか。そうですね、っていうふうに出してほしいなと思って、そこまでは準備をしました。なるほど、でも逆張りされる可能性もあるのでね、でも そこを監視するのがマスコミね、
の役割なのでね、うん、そこは我々じゃなくてね、そうですね、はい、でもそれをもうやっていかないとどう考えても持たないんですね、うん、そうですね、もうね、やっぱコロナ禍で少子化が加速したことも大いにあるんですけど、人口減少は本当にシャレにならないぐらいやばくて、特にこの、まあ、彦根11万と言ってもそんなに大きい自治体ではないんですけど、例えば秋田方も人口減少まあまあね食い止めようとしても1割減ったとて、あの市の支出が1割減らすことできないので、例えばインフラ含めってことは、単純に言えば1割1人当たりの負担が増えるんですよ。だから何としてでもこれを食い止めると同時に、やっぱりコンパクトにできるところはコンパクトにしていかないと、今までの構造成長期とはわけが違うので、ここの危機感、これをなんかもう本当にだから全て納得いくんですよ。このタイミングで都知事出られたこと、選出られたこととかもね、もう今しかないなと思いましたし、僕も今買ってもらわなきゃ困るなと思いましたし、そういう時代に突入しましたんでね、ちょっとぜひこれからかっこいい政治家を目指してね、若い人たちがね、もうこのままでは自分たちの子供たちの将来が危ういんだっていうところ、本当にのんきなんですよ。なんかね、この報道も含めですけどね、加速していただきたいなというふうには思いますね、はい、昨日アベプラで本田圭佑さんが、うん、やっぱり危機感がないから平和ボケしてるなっていうコメントをされてましたけど、まあ、それに尽きると思いますね。諸外国と比べた時に日本はあまりにも豊かに慣れてしまったので、その成功の逆襲っていうその状態にまさに今ハマってしまってる、はい、で早く目を覚まさなきゃいけない、でそのために何がいるのかっていうのを、まあ、我々もですし、ね、国民一人一人が、うん、もっと考えるその機会を作っていきたいなとは思いますね。ぜひぜひ。で、今回しっかりとしたもう組織に近いものがね、うごめきがあるので、それをもうなんか一生懸命また戦う、まあ、ピュアな皆さんなのでアンチが多いと不安になるかもしれないんですけど、まあ、逆にねそんなもんに負けないよっていう思いも持って、この日本を憂いてしっかりと次戦っていただける組織が出来上がっていると思いますので、また次の動きを期待したいと思います。でね、突然の無茶ぶりをするんですけど、実はこれまた大きなことを明日お願いしようとしてて、実はね明日僕朝8時からも大阪で要望活動して夕方まで帰ってこないので、石丸伸二さんに一日彦根市長してもらおうと思いまして、これ名札を用意させてもらう。石丸彦根市長、石丸彦根市長って書いてある。石丸伸二。令和6年8月2日に限り有効。ちゃんと1日限定の彦根市長。だから明日普通に登庁してもらって。ちょっと部長連中と会議してもらって、はい、でちょっと彦根城見てもらって、はい、ちょっととかしてもらいますんで、なんか引き継ぎでこれやっといてとかあります？いや別に記者と議員しばくとかそれはないです、はい、ないです。記者会見もしてもらえるとありがたいかなと思って。専決処分やっといてとか、ね、いやそれができるとねありたいんですけどね。大丈夫ですか？ちょっとここはもうお任せします。僕本当にいてないので。で実はねこれ映像映せるかな、映したら今日皆さんにお配りするのはこの名刺なんですけど、これね彦根市長石丸伸二、これを皆さんにお配りします。もう超レアです。これを作りました。かわいい、うん、思い出に石丸伸二が彦根市長になったなる名刺を、超レアなのでこれをぜひ皆さんお持ち帰りください。すごい。めちゃくちゃ記念の一枚じゃないですか。そうですね、はい、これはもう来ていただいた人だけなので、簡単にメルカリに出したりしないように。どうします、明日明後日で、ね、何千枚か出てたら。であんまり値段つかんかったらへこむので。大事にね持っていただいて、はい、これは記録に記憶にも残るのでぜひお願いしたいと思います。いや嬉しいですね、はい。でまあちょっといろいろ何でも指示を出していただければ。どうしようかな。でもさっきね秘書課の課長の方とお話をしてて、うん、はいはい、市長の無茶ぶりって大変ですよねっていうので
こううんうんと首を縦に大きく振って、はい、同意されてたんで、そんなことないですよって言わなかったですよね、言わなかったですねそんなことないですよって言うかなと思ったら全くうんって言って、なのでもう随分鍛えられていらっしゃるんだ、はい、いやでもね今日ねこれ 決めたんで1週間ぐらい前かなぐらいですよね、で1週間ぐらい前にとりあえず空いてるところ探してって言ったら、あの文化プラザっていうところも体感も空いてなくて、でここだけ空いてることが分かって、空いてないって言おうと思ったら言ってましたねそう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 、そう師匠空いてませんでしたって言おうかなと思ったけど、まあ後で空いてたじゃんってなるとめんどくさい、めんどくさいから一応まあでもさすがにスタジアムでやろうって言うと思わない、はい、思わなかったから、あじゃあええわって言われると思ったら、はい、よしやろうって、いやでそれでこの1週間でこの実際のこのライブ配信も含めて、できる市役所ってなかなかすごくないですか。すごいですね。あの市職員の皆さん褒めてやってください、本当に、まあ、ありがとうございます、本当にありがとうございます。いやこれなかなかできないですよ、ここまでこれをね、まあギリパワハラギリギリかな大丈夫かなっていう、全然大丈夫、全然セーフです本当に。でもこれね、実はあのここの会場費とかだねんとか言われるんですけど、実際のあの前のライブ配信のさせていただいて、はいはいはい、あれでの投げ銭もいただいてるし、当然この YouTube40 万回も回ったので、そこからの収入とか、まあ、あの会議場は流用はできないんですけども、原資としてはそれが十分いただいてますので、それでまたこうやって彦根を紹介させていただくということでやらせていただきました。じゃあちゃんと補正予算組んで通りそうですか。これはあの持ってる中でなんとか回れるのかな。ただまあ本当に原資としてあの雑収入で、あの今回のことを通じて、まあまあ言うたらね、今ちょっと彦根ボーナスステージみたいな感じなんですよ今、はい、ゲームなんかね、今ちょっとボーナス、また気を引き締めますけど、だって平日に市外からこんだけ人が集まるってそうです、ね、結構なボーナス、ね、そうです、なかなかないですよね。今チャリンチャリンチャリンって取らしてもって大変申し訳ございません。皆さんのね拍手がねお金の音に聞こえ出してますよ、ね、ワルニャン市長ですからすいません、あのこれをしっかりと今後のあの多姿勢の立て直しに有効に活用させていただきますので、ありがとうございます。それでね、ね、ちょっと抽選会はまあ、7時ぐらいから始めさせてもらうんですけど、それまでにねちょっとこれも見ながら、もしあなんか質問等あれば、これ動いてないのかな、動いてません、動いてもしその中であれば。で僕がちょっと聞きたかったのは、めっちゃスパチャ投げ込まれてます、ね、あすいません、ちょっとあの触れずに、はい、あとでまとめてね、はい、目を通す、そうしましょう、はい、もしですよ、これ気に入らんかったら愚問ですって言ってもったらいいんですけどあの仮に石丸神道みたいなものができたとしたら、はい、透明って なんか思いつくものとかあります？特に今ないですか？全然考えてなかったです。あまた教えてもらいたいなと思って、それを、石丸神道ではまずいでしょ、そら、まあそうですね、だからそんななんか考えてはんのかなと思って、なんかかっこいいな、あカタカナ、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 コンドラチェフみたいなそうそうぶっ飛んでるけどね中身を分かってから言えとなるほどね、ありましたね、ありましたね、当初ありましたね、あ何でも横文字使ったらええんじゃないよっていうところ、ね、じゃあ横文字禁止にしましょうか、はい、まあ、あのかっこいい大人の何かをちょっと何かをね、はいはい、考えてきます、はい、考えてきますって言ったらなんかシートを作るみたいになってるじゃないですかちょ可能性の一つ、ね、そう、はい、選択肢のね一つとしては当然、でも皆さんやっぱり先生教業とされてるので、皆さんそりゃそうですよ、世のあれですね、国会議員の皆さんです、ね、そうです、だって皆さんじゃないですよ、そうあのね、あの小選挙区来られたら、はい、ほら怖いなっていう思われてるので、そうあの、ねうん、どこが一番盛り上がるかを考えてるんですよ、うん、で一つの例として挙げたのが広島1区でね、はい、岸田首相の選挙区ですし、私自身がいた秋田高田市というのは3区なんですよ、はい、ここはあの国交大臣の斉藤さん、哲夫さんね、はい、公明党の副代表、そうです、ねはいはい、がいらっしゃる、まあ、順当に言ったらそこなんですよね、うん、順当に言ったらですしね、ちょっとこうね矛先を変えて、はい、京都3区だったかな、立憲の泉さん、ああそうだ、先生泉さんとか大阪の17とかが維新の馬場さん、あ馬場さんの方ね、馬場さんのこんにちはって言って見るとか、なるほど ね、もう絶対みんな嫌がるでしょ、いや間違いないです ね、なんでかって言ったら単なる一騎打ちに済まないんですよ、与野党がそれぞれ全員加勢するから、例えば岸田さんのところで出るってなったら野党総乗りで応援しますよきっと、
で逆は逆なんですよ。なるほど。だからでしかも勝って当然、うん、負けたら全てを失う、なんなら党がなくなるみたいなね、はい、はいはい、このインパクト、ね、言ってしまってますね結構。楽しくなってきましたねワクワクはねしますね、はい、ワクワク大事ですからね。いやもう本当にこういう、まあ、今日は政治というと怒られて行政のエンタメ化でねね、っていうのは非常に重要で、やっぱり興味持ってもらうというのが今回かなり進んだし、 ものすごく言い方古いけど意識高い系の人たちがネットの中にすごく増えて心強いなというふうに今思ってます本当に。うん、先日自分のライブ配信の時に言ったんですけど、サイレントマジョリティの人たちがちょっと声を上げる、これで世の中だいぶ変わると思います。普段一切、ね、黙っておられた方がね、本当にね一言も発しないのがほとんどの人で、でもそういう人たちちゃんと分かってるんですね、はい、そうじゃなくてその極論を言ってしまう、いわゆるノイジーマイノリティ、ね、ノイジーマイノリティがわーっと特にネットなんかでは幅を利かせてるように見えるのをさらにテレビが拡大コピーして映しおるから、もうね、はい、世の中カオスに見えるんですよ。でもあれは幻想ですから皆さん、そんな社会じゃないですよ。もっと常識的で良識で満たされてるんですよ。じゃないとこんなに豊かな日本は維持されてないですから、そこは安心しましょう、ね、なるほど、うん、実際ねだってこう秋高田に行って反石丸の意見を拾って、もうそれがあたかも全部のような意見のような報道がされたりとかっていうのはもうザラですよね。ネットから拾ってきたものもそのいわゆるノイジーマイノリティさんの一意見でしかないのに、それをもうあたかも皆の声のようにと、特に終わってから1週間ぐらいかな、それがすごくあったので、今石丸さんがおっしゃる通りですので、本当は黙ってる皆さん、ものを言わないけども分かってらっしゃる皆さんがほとんどで、その人たちが今回ちょっと立ち上がったところありますよね。そうですね、はい、うん、で立ち上がって声を上げてみたっていうのが、はい、やっぱり大事なんだなっていうのを、はい、再認識しましたね。本当にまあ大変やったけども、そういう意味では有意義、うわもう間違いなく意義のあるこういう戦いだったなというふうに思います。で全然関係ない話なんですけど、金曜日にシティホールで決起集会みたいなのしました、ね、はいはい、選挙期間中ですね、期間中の金曜日に、はい、で1300人ぐらい入ったかな、はい、ぐらいの箱でやってて、で時僕もちょっとだけは喋らせてもらったんですけど、実はあの時ね仕込んでたんですよ、ここにねそう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 、そう完全に失敗し滑るからね、ここにねハッシュタグ書いといて、ワンピースのバツみたいにハッシュタグ書いて、で白いテープ巻いて隠してたんですよね。で最終日これをやりたかったんですよ、ハッシュタグでっていうのやろうと思ったんですけど、すっかり忘れてました仕込むだけ仕込んでね、そうそうそう、はい、もう頑張ってその自分の X でね、秋田方の最初の写真画を風車村に見立ててグランドライン出ましたみたいなこうつぶやきをして、あれも結構反応良かったんですよ、うん、東京都知事に俺はなるみたいな感じでやって、はいはい、うん、めっちゃ受けてるなと思ったんで、自分も一味やとか言ってて、で自分が一味やって言ってて3時かなとか思ってたんですけど、なんかうちの秘書課長はウソップやって言われてまあまあ、まあ、楽しんでたしね。で馬場さんは波やもんね、ね、楽しくやりましたしね本当にでもいろいろな仕込みも考えたんですけど、もう夢中だったのですっかり最後に使い忘れるというそうそう、使い完全に吹っ飛んでましたね。大丈夫、また今度使いますから、今度やりましょうね、今度ちゃんと書いてくださいよ、ハッシュタグ書いて、はい、でこれ言うていいのかなと思ったんやけど、なんかちょっと柳井さんと話したってなんか週刊誌に出てましたね、出てまして、はい、紫のポロシャツを売り出すんじゃないかと勝手にユニクロから東京どんな便乗商法が始まるんですか、動かすがユニクロからついに出るのかと思ったんですけど、そんな相談ではなかったんですね。皆さんがユニクロに何かリクエストしたら作ってくれるかもしれないですね、これはこんなね発注があるんならっていう、ね、多分すごい売れると思うのであれね全部返してるんですよね、そうなんですか、記念にもらえてないですよ、ボランティアの皆さんも。あ、そうなん、最初全部ね連絡先書いて、はい、僕ももらえるんかなとちょっと思ったら、返しました。配っちゃダメなんだ、そうなんですよ、物品を。そうなんです、太陽なんですね。そうです、だから全部回収されてました。その辺もね徹底してましたね、そういう意味では、はい、さあ
名残惜しゅうございますが、いよいよ終わります、はい、ね、本当にいい街に来れたなって。ありがとうございます、うん、今日駅からこっちの市役所の前の道を通って歩いて来てたんですね、うん、で街並みもすごいいいし、琵琶湖、城があって山もすごい近くじゃないですか、はい、なんか正直住もっかなってちょっと自分のねこれからの進路を考えるにつけ、うんうん、はいはい、彦根市民でゆくゆくは彦根市長。もうそれは僕はあの言ったように、あのいつでもいつでも辞める勇気を持ってますので、もういやでも任期いつでしたっけ、来年の4月、もう4月です、はい、もうじゃあもう1年切ってらっしゃる、切って9ヶ月ですけど、これはね触れたらダメです、ね、まだねあのどうされるともあるんですけど、 でもこれでねあの、うん、和田さんと僕がね市長選2人で出たらめっちゃ盛り上がりますよ、ね、何やってんだこいつらみたいな。いやでも勝てないわ。なんか面白い、勝てる気がしない、現職と新人。ああむちゃくちゃ面白いけどまあまあエンターテインメント性は最高ですよね。あでもいろんな選択肢があってね、これからもまあとにかく主役はね本当に皆さんだということを今日ぜひ気づいていただいて、今日は締めさせていただきましょうか。また引き続きどうぞよろしくお、ね、あお願いしますって言ったらダメなんでね、あの最後はあのなんか皆さんの奮起にっていうのをやってもらって終わりにしましょうか。はい、じゃあちょっとさ最後私から皆さんに、はい、まず今日ね市外から本当にたくさんの方がお越しくださって、で何よりも彦根市民の皆さんも、ね、なかなかこの鳩スタです、ね、平日寄らないと思うんですけどすごく貴重な機会を作っていただきまして本当に嬉しいです。ありがとうございました。平日の夕方に何かやろうと思ったらできてしまったというこの自立、これが僕らの力なんですよね。一人一人が持ってる力なので、ぜひこれをもっともっと増やして、そして使い切っていろんなものをみんなで動かしていきましょう。これからもみんなで盛り上がりましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.